の高校生勉強は得意じゃない、縄跳びは二重跳びすらできない男子さ、幼馴染の綾波レイ、編み物が好きな女の子、レイはクラスのみんなからいじめられてるのさ、おたいまいてどうしたの、どうしたの、バトで殴られたの、僕に話してほしいよ、欲しいよ、のことを好きだから、二人で駆け落ちしよう、お金なら僕に任せないよ、大分あたりまで行こう、誰も追ってこないさ、君を守りたいな、この気持ちエヴァンゲリオン、を断られ、レイへの気持ちも冷めてきた、この世界はうまくいかない、神様はいないんだね、そんな日々が続いて昨日転校してきた、元気で男交じりなアスカに一目惚れ、笑顔がとても可愛いね、可愛いね、よく言われるでしょう、その唇バイタよ、バイタよ、僕だけのものさ、この広い空を飛ぼう、自宅に眠る初号機で、君には赤いスーツをきっと似合うと思う、星を数えに行こう、このメロディに乗せて、気持ちしよう、お金なら僕に任せないよ、大分あたりまで行こう、誰も追ってこないさ、でも僕はいつも彼女できない、気持ちが重すぎるのかな、それならみんな嫌いさ、初号機で鞭を壊せ、声出てんね。いける。いいね。